皆さん、おはようございます。上皇寺副住職、スラックラインワールドカップジャパン、実行委員長の林英治です。今日は、ワールドカップの会場となります。こちら、小布施総合公園、ハイウェイオアシスにやってまいりました。9月15日、この会場で、たくさんの感動と、そして、興奮を皆様にお届けしたいと思っております。長野県で一番小さな面積の小布施町、人口わずか1万1000人だけれども、夢や希望を諦めずに追い続ければ必ず達成する、そんなことを我々は子どもたちへのメッセージと含め今こうして活動をしております。毎日が楽しいです。ぜひ皆様からのご支援をいただきたいと思っております。今週は、昨日もご案内をいたしましたが、7月21日岩手県花巻市でスラックラインの大会第2戦のリボンカップが開催されます。ぜひ応援に、そしてスラックラインをまだ見たことのない方は生のスラックラインを見てください。また21日は第25回の参議院選挙がございます。ぜひ観戦にお越しいただく皆様、そして選手の有権者の皆様、ぜひ投票をお願いをいたします。期日前投票もございますので、当日選挙に行けない方はご利用いただければと思います。私も昨日投票をしてまいりました。ぜひ未来にできることを一歩ずつ全力で皆さんで行いましょう。昨日までの支援者数80名となりました。そして寄付金がなんと199万9000円ございます。残りあと3日、100万1000円となりました。残りまだまだ気を抜かず全力でやりたいと思っております。引き続きご支援よろしくお願いします。